こんにちは、ひとひかりです。今日はね、ひなこの妊娠を確認したいと思います。体重測ってね、前回とどれくらい増えたかっていうのを確認したいと思いますね。前回ね、交尾直後に体重測ったら 22g でした。今日がね、交尾後23日目ですね。増えてればね、妊娠確定なんですけど、174、虫かごの重さが 152g なので、きなこ自体の体重は 22g ですね。交尾してから23日経ってて 1g も増えてないので、残念ながら今回は妊娠しませんでしたね。一応ね、すでに出産している可能性も鑑みてちょっと確認してみたんですけど、いませんでしたね、赤ちゃんは。残念。ついでにね、あんこの体重も測りたいと思いますね。あんこはね、捕獲簡単なんですよね。きなこは結構難しいけど、こんな感じでツヤツヤ。きなこより一回り大きいかな、やっぱり。なんかね、胴回りが太い気がしますね。かわいいですね。そうかな、 28g。 きなこより 6g 多いですね。オスだからかな。でもちょっと太りすぎかもしれない。せっかくね、2匹捕獲したんで、またお見合いというか相性チェックしたいと思いますね。一緒に住んでないんで、まだ発情してるかどうかっていうのはね、確認できてないんですけど、対面で合わせるとね、一発でわかりますね。一応アクリル板越しです。どうかな。きなこがね、じいじい泣いたらね、嫌がってて発情はしてないっていうサインだと思うんですよね、飼い主的に。泣かないで2人ともなんかイチャイチャし始めたら、相性いいというかタイミングがいいって感じかな。だからタイミングさえ合えば相性はいいはずなんですよね。前回交尾したしね。きなこ威嚇しちゃいましたね、じいじい言ってる。今日は発情してなかったみたいです。きなこ激おこですね。このままね、アクリル板を外したらね、確実に喧嘩になってしまうので、今日はね、このまま終わりたいと思いますね。タイミングが良ければね、ほんと泣かないで仲良くね、ペロペロしてたりするんだけどね、難しいね。2人ともね、頑張ったので、ご褒美にね、視聴者様にもらったさつまいもピューレをあげたいと思います。お皿に出してね、あげますね。カインズでね、買ってもらいましたね。視聴者様ありがとうございます。どうかな、食べるかな。興味はあるみたいですけどね、やっぱり2人ともそれどころじゃないみたいですね。落ち着かないですね、やっぱり一緒にいると。やっぱこう見るとね、あんこの方が大きいですよね。二人ともうまくいくといいんですけどね。難しいですね、やっぱりね。赤ちゃんとか、神のみぞ知る領域というかね。飼い主がどうこうできることじゃないんで、見守りたいと思いますね。あんこはね、食べてくれましたね。ペロペロしてますね。よかった。またね、巨大ケージ柵ありでね、2人とも同居してもらいたいので、飼い主セッティング中です。巨大ケージセッティング完了しました。真ん中にね、柵というかフェンスを設けて、ここでイチャイチャし始めたら交尾させようと思いますね。あんこのね、居住スペースは変わってません。もともとここに住んでました。やっぱね、真ん中の仕切り気になるみたいですね。ここできなこを待ってるんですよ、いつも。向こうにね、きなこの居住スペースがあって、その匂いがするんですかね。床材とかね、全部きなこが使ってたやつを再利用しました。なので匂いとかは全部ね、きなこのものですね。やっぱね、きなこ警戒心強くてね、なかなか飼い主になれないというか、そういう性格だからね、しょうがないんだけどね。メスだからかな、オスは懐きやすい気がする。あんこね、ずっとここにいるんですよ、柵越しにきなこを待ってて。なんか見ててね、切ないですね。きなこもね、やっぱあんこの匂いを察知してるみたいなんですけどね。接触するかな、伺ってますね。
あ、逃げた。お、あー、爆走。もう一回行くかな。あ、帰る。お、あんこはずっとここにいます。気になるみたいだけど嫌なんだよね。逃げる。あんこ、切ないね。ずっとここでいるからね。けなげにね、待ってるんですけどね。うわぁ、すごい勢いで逃げてきました。えのすけにもね、さつまいもピューレをあげたいと思います。すごい勢いでがっついてきました。かわいいですね。もう想定通り、こうやってペロペロピューレをね食べてくれましたね。というかもう引っ張ってめちゃめちゃ美味しいみたいですね。よかった。食いしん坊の癒しん坊なんでね、もう猿之助には困っちゃうぐらいなんだけど、可愛いからねしょうがないね。めっちゃモフモフでね、毛も絹毛なんで大きく見えるけどね、そんなに太ってない。手のひらにねピューレを出せばね舐めてくれるというアイデアを思いつきました。大失敗しました。この揚げ方がベストかな。可愛いしね、顔も見れるし。一生懸命ね吸い出してペロペロしてますね。ビニールは食べてないので安心してください。絶妙なね力加減で飼い主がさつまいもピューレをね押し出してあげてますね。がっついて早く出せって言わんばかりにね催促してきて、かわいいね。やっぱりどこまでも追いかけてきます。歯型つきました。猿之助は知ったこっちゃないって顔してますね。お皿に出してあげました。お皿舐めるのね、もともと大好きなハムちゃんなのでね、この方法もいいかな。こないだね、指肉えぐられるぐらい噛まれちゃってすごい怪我しちゃったんだけど、歯だけの力でねぶら下がって腹筋し始めたんですよ。うまいこと伝わんないと思うけど、歯でぶら下がってフンフンって言ってエビみたいに腹筋し始めて、めっちゃ痛かったですね。ほんと猿之助痛い。困る。まあしょうがないですね。可愛いから手で触りたくなっちゃうね。軍手すればねどうってことはないんだけど、やっぱ素手で触った方がハムのねモフモフ感を味わえるのでね、噛まれてもなお素手で触り続ける飼い主です。今回はねきなこ妊娠してなくてね残念だったんだけど、まあいくらでもねチャンスはあるし、きなこはきなこで可愛いし、あんこはきなこを待ち続けてるし、まあ長い目でね見ていこうと思いますね。ずっとあんこ待ち続けてるんですよね、まだきなこを。なんかね本当切ないです、この光景を見てると。ずっとここにいるんですよ、夜も。うまくいってほしいな。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。